おはようございます。即課塾の久保です。今日は3月15日、朝5時になりますけども、あの、今日は1時間足だけ見,見させてもらいますね。あの、数日前なんですけども、先週の金曜日でしたよね。115円の785に赤い線がありまして、ここを超えたら倍でブレイクだよってことを何度もお話ししたと思います。それから、私は長期で120円まで 一定の金額をエントリーしたともお伝えしました。つまりは、買い以外に選択はないということを日々確認してるわけなんですけども、今日、今の時点で118円の180ですよね。もうね、120円が間近になってるわけですよ。まあ状態としては悪いんですけども何が悪いかっていうと、この円安はね、かなり日本経済的にはやばいんですよ。でも、日本経済のやばさを利用して、 自分だけ稼ごうと思ったら FX なんですよ。で、先週の金曜日に、金銅にかけてね、私のエントリーを全くなじった人は、なぞった人は40万以上の利益を上げたということで3名の方がメッセージくださいました。多分生涯初何十万という稼ぎだったんじゃないですかたった1日で。はい。それでね、同じように今回もメッセージくださいまして、新しいポジションをいくつか倍で取ったんだけども、 もうなんか後ろでね、誰かが見てるかのように自分のエントリーを応援するようにですね、どんどん赤い陽線が伸びていますというような感想を下すたかと思います。まさに FX でエントリーした瞬間に逆になんかね、方向が流れていって後ろで誰かが見てて意地悪してんじゃないかなって感じる、そんな時期もあったでしょでも今はどうでしょうか自分が 予測してエントリーした方向に誰かが見てるんじゃないかなと。自分のことを勝させたくてしょうがない。そんな神様みたいな人が自分についてるんじゃないかなって思わせるぐらい思った方向に進むんですよね。まあこうなってくるともう FX は我が味方っていう感覚だと思います。はい、特に私の相場解説はまあこれもよくご評価いただくんですけども明確にエントリーの金額を言って ロスカットラインっていうリスクもしっかりと認知しながらねで一緒にエントリーしているという安心感があるというふうにもよく言ってくださるんですけども、まあ、今回は本当に今年始まったばかりと言ってもいいぐらいまだ3月ですけどもねで1月は勝ちまくったわけでしょで2月は、まあ、お話したように途中から宣言してお休みになったわけでしょファンダメンタルが効きすぎてるんで。 で、2週間、ファンダメンタルが積み上がってきたところで、テクニカルを当てはめて、今回の結果ですよ。もうなんかね、今年もガンガン儲かるしかないような感じですね。はい、えー、ちょっとね、あの、個人的なことを申し上げたような気もしますけども、今回の118円の180という金額を受けてですね、えー、本当に数日前は114円台だったわけですよ。まあ、これが起こるのが FX ですよ。うん、だから、 テクニカルをしっかりと学んでいきましょうってことになってきます。相場解説いつもご覧いただきましてありがとうございました。あの、皆さんね、そっか塾に入って相場解説をリアルタイムで見ていただけると、利益が上がることを分かったと思うんですよ。で、これっていうのは皆さん私の相場解説見てるでしょうけども、私は誰の相場解説も見ていませんからね。だから自分でテクニカルを与はめるとこうなるんだっていうことを皆さんにお見せしてるってことです。だからね、私のエントリーをなぞってやるのもいいんですけども、 もう自分で人がなぞってくれるようなね相場解説やエントリーをまあ、いち早く手に入れていただきたいかなと思いますよね。はい、えー、今後もよろしくお願いします。まだまだ FX 放送続けますんでよろしくお願いします。